ロイヤルホテルは、イギリス、イングランド、ノーフォーク州の海浜リゾートのマチグレート・ヤーマスにある、指定建造物2級の登録建築。このホテルは、海岸沿いのマリンパレードとビクトリアロードに面しており、裏側にはウェリントンロードがある。このホテルは、1840年に竣工し、当時は、ビクトリアホテルというのであった。その後、ロイヤルホテルと改名されたが、当時は、 グレートヤーマスの海岸沿いで最も南側に位置する街外れの最後のホテルであった。1847年、イングランドの作家で社会評論家だったチャールズ・ディケンズはパンチ氏とザ・フィールド氏の総監編集人でディケンズの友人活動量だったマーク・レモンと共にこのホテルに滞在したが、当時のディケンズは連載小説として最初に発表された。 デイビッド・コッパ・フィールドの執筆に没頭していた。ホテルに滞在中、妻へ送った書簡の中で、ディケンズは、グレート・ヤーマスについて、ヤーマスは、これまで見た中でも最も驚くべき光景だったと、記している。彼は滞在中に、ジェームズ・シャーマンというブリタニア・モニュメントの管理人と、出会ったが、おそらくこの人物が、小説に登場するハム・ペゴティのモデルである。ホテル内のパームコートには、 滞在中のディケンズが署名したメニューが展示されていた。このホテルは、ノリッジの建築家、ジョン・ボンド・ピアース1877年の設計によって、改修、増築された。21世紀に入ってからは、2012年に改装が行われた。19世紀末、当時のプリンス・オブ・ウェールズ、後の国王エドワード7世は、しばしばこのホテルに滞在し、ここを上宿としていた。 ミュージックホール歌手で、舞台女優で、通称、ジャージー・リリーとして知られた大焼めかけリリー・ラングトリーと接していたとされる。ホテル正面のファサードには、エドワード7世のクレストが残されている。エリザベス2世が、グレート・ヤーマスを訪問した際に、全員からこのホテルへの特別なメッセージを送ったことは、よく知られている。ありがとうございます。